おかしい。いつも、せつに何、その、八重堂におもし、それに今日の天気は何か用か。本当に何も、もう行くぞ。主は、巫女姉さんと同じようによかろう。本当の説は、主暗殺も、そのうち、なぜ全くこんな慎重だから、命令の内容を見、おかしい。このことを気にするあま、誤解される、もし、主を暗殺し、結局、主は、誰を当たるつもりだ？でも彼女なら、彼女のところにそして、罰、彼女は鋭いゆえ、決して説を裏切るなよ。行きましょう。あの子、ほら、こんなところで。はい、上里お嬢さん、私に何かご用でしょうか。はい、私、その子は忍者で、ここはさえがよくい、何か心当たりはありませんか。うん、わかりました。え、誰から聞いたのですか。でしたら、あなたはシャブ業に協力した左右。たとえ左右みたいな、常に、もちろん、あの子はまだ若いの。どうしました。では念のため、私は神社の巫女で。では私に。しかし、本当に、さ、うーん、左右、見つけましたよ。出てきなさい。逃げても無駄です。早く。サイはそのような命令を受けているなんて。私にはごめんなさい。シャブ業でこの命。じゃあ、もうし、サイユ。はい。私に捕まったのに。優秀な忍者は、規則正し、鎮守の森まで引きずるのでも。ごめんなさい。そう面倒な、主を巫女姉さんのところ。まったくもう。ここにしましょう。左右。わかった。巫女姉さん行っちゃった。主に協力して。巫女姉さんは、主が凄腕なのは知っている。今、主の目の前、説は十分な睡眠をとり、しかも、寝ると他の忍者たちは、同世代の忍者たちは当たり前だ。主も起きて、そうだな。ちゃん、ダメダメ。このままでは、説は、今は起きていて、どうしたらいいのか。え、起きた状態で、なるほど。理にか、少し食べただけで分かったぞ。十分な栄養を、それもそうだな。彼女が帰ってきたら、
景色ですね。ここはいい匂い。君の魅了亭いらっしゃい。そうだな、時間が惜しい。ゆっくり背を伸ばすことについてなら、それにもしお腹いっぱいにな、いや、ダメダメ、やった、これらの料理を全部食べた。そうだな、じゃあ、なんとか。ただ少し動く、でも背が伸びた感じはしても、もしこれが団子、団子がお腹の中で、団子はとても恐ろしい。そんな、身長を伸ばすのは、もう少し頑張る。努力は積み重ねてこそ。でもさっき食べたものがお腹の中でぐるぐる踊ってる。だから次は味を変えたい。ふん、わかった。お腹が苦しいから、歩くときはゆっくりで頼む。少し作戦を変更するぞ。一つずつ注文して食べ終わってからおかわりしよう。これは別にズルじゃないよな。ダメダメ、自分を追い込まないと。成し遂げられないことだって、しつければお茶と一緒に飲み込めばいい。そうすれば節の身長を伸ばしたいという気持ちが全身に伝わるに違いない。実は節も心配している。忍者は機敏であるべきだ。壁の穴や体はきっと節の思いを理解してくれる。とにかくあと少しだ。もうダメだ、身長を伸ばすのは本当に人参が2つ残ってる。食べてくれるか。いや、ちょっと待ってくれ。やっぱり節がなんとか出ないと悔しい。せめてこれ。そしてもう二度とこの方法で身長。サーユー、サーユー、どこにいるのですか。しまった、巫女姉さんの声だ。どうしよう、どうしよう、もうすぐ来てしまう。いや、もう逃げられない。節は先に逃げるから、節の技を見ててくれ。で、ふふ